初手で無双した2チャンネルの大喜利を一緒に見ていきましょう。まずこちらなんですけど、これは女子小学生に背後から抱きついて一番キモい言葉を言ったやつが優勝という、まあ、2チャンネルで開かれた大喜利のスレなんですけど、まあ、まずはトップバッターの人の回答を見ていきたいと思います。最初の人の回答はこちらですね。今日から僕が君のランドセルだよという人の回答から始まり、まあ、きっとここからいろんな人がお題に沿った大喜利を、まあ、どんどん出していって、まあ、きっとね、まあ、すごい大喜利の激戦区になっていくと思いきや、次の人のコメントが優勝、勝ちでいいよ、優勝といった風にみんな一番の回答におじけついて、誰も戦場に立とうとしないという、終わってた、完璧の極み、キモすぎて誰も土俵に上がりたがらない。おまわりさん、この人です。くさ、誰も勝てねえよ。まさに無双状態で、大喜利は一人の回答が強すぎると全く展開が進まないっていうのがわかりますね。続いてはこちらなんですけど、これは電車でお漏らししてしまった JK に一番気持ち悪いことを言ったやつが優勝という、まあ、大喜利スレですね。まあ、今度こそはきっと面白い大喜利たちの、まあ、ヒートテックなバトルが見れるんじゃないかとね、期待しましょう。ではまず、トップバッターの人の回答がこちら。食パンに染み込ませて。といった最初の回答があって、まあ、こっからどんどん新しい大喜利が投稿され続けると思いきや、優勝おめでとう。優勝。優勝じゃね？キモすぎワロタ。いい。お前には勝てない。これ以上はないわ。キモすぎ。こんな有能な1、繊維うせるわ。煽り抜きに1、キモすぎ。このやろうとしてることが常軌を逸する時点でキモすぎるのに、それをわざわざご丁寧に許可取りに来て、もうグーキモ。負けたよ。どんな人生歩んできたんだお前。食パンを持ち歩いている。染み込ませようとする。それの許可を求めようとする。気持ち悪いファクターが詰め込まれた名物。いや、これじゃ1への突っ込み大会じゃないですか。誰が1個目に一番鋭い突っ込みを入れれるかっていう、もう別の大喜利大会がスタートしてますね。そして最後はこちらなんですけど、これは女子高生の唇にフューッと息を吹きかけて一番キモいことを言ったやつが優勝というせいですね。まあ、今度こそは、まあ、トップバッターの人は、まあ、一応大喜利の最初のね、回答ってことで、まあ、お手柔らかな回答をしてくれるんじゃないかなって思います。よし、ではトップバッターの回答からスタート。ああ、解けない魔法、かかっちゃったね。という回答がトップバッターで、まあ、きっと今度こそはいろんな人のね、大喜利のバトルが見れるんじゃないかってね、思いますよ。優勝、もう1が優勝でいいよ。クソワロタ。ダメだこりゃ。